ということでナイスのパパさんからもいただいておりますけども、はい、チューブが6月1日昨日ですかデビュー30周年記念ライブを日本武道館で行いましたということですかね、はい、あーこれもすごいですね。30年頑張って一戦でということです、うん、そして、田原市の友和さんからもそういうようなお便り、うん、体の成長より、これリーダーの前田さん、体の成長より心の成長を目標に食べ過ぎないよう注意したいですということで、小高さんにもこれはね聞いといてほしい。別に関係ないよ私はね、はい、茶太郎さん、ボーカルの前田さんももう50歳かだいぶふくよかになったみたいですが、あの歌声はまだまだ健在みたいですよね、うん、しかし月日が経つの早いですね。デビルウーマンさんもあれから30年裏若き乙女が今や高年期君丸風に書いてみましたいうのはそういうことです。合わないじゃないですか、チューブの曲にはとかってやってた女の子も今やもう高年期を迎えてますよというような、うん、そういうことですかね。まあまあだからそういうことも、まあ、今からこれこの時期やるのがいいですね。はい、これから の、うん、その夏シーズンに向けて、はい、やっぱ聞くとあ夏っていう感じしますよね。チューブが出てくると夏やいうことで、はい、昔は違ってたんですよ。昔はバッキー白形とアロハハワイアンズとか日野照子さんが出てくると夏やいうのやったんですけどもけどある時からもチューブ、はい、で冬になると今度は、ね、山下達郎さんのクリスマス、はい、もう山下達郎でも両方あの高気圧ガールとかですね、はい、結構夏も両方チューブよりもちゃんと商売考えてますね。いやだから前田さんも確か、うん、いつも夏夏夏って言われるから冬の曲も作ってみましたって、冬の曲も確かいろいろ作ってるんだけど、はい、でそれもいい曲なんだけど、ああやっぱり夏のイメージの方が強いというやっぱ考えてるわけや、はい、冬の曲もね、え、そうですよ、うん、その点一番偉いのは瀬里陽子やわ。なんで春を愛する君と四季の全部歌ってんだ四季の歌ななあ、一、はい、年全部いける、全部いける、はい、やっぱ瀬里陽子が一番です、はい、別にそれ季節ソングじゃないんですね、 ないですかね、いいんですけど、はい、失礼しました、はい、よいしょ